とりあえず救急車ですかね。かなり危険な状態だが、戦う以前に手にしたなら武道家の誇りは崩れ去る。ところでどうしようか、このバーベキュー。その前にちょっといいかな。実は俺の師匠がこの件に絡みたがってんだ。当然俺だわな。こちとら借りができ。どうも。道場での修練より喧嘩による修練を好む超実践派。実践空手新進会所属。ご無沙汰。加藤、どうしたんすか。ペオロチドッポ艦長の拳ってのはよ、真珠。耳持たねえんなら、カズオ。あ、これっすか。自分釣り好きなもんで偶然持ってた手ぐすってのはダメ。二人とも、いい機会だ。学びなさい。新進会の真髄ってのはな。この人の持つ実践での思想性は親父。こういうものだ。おいおい、もう勝負はついてんだろう。完全に尻尾を巻いてる相手に不意打ち、こんなことするかよ親父。やがて鈍器と化し、さらには切れ味を帯びるようになり、気の遠くなるほどの長い時間をかけ、西洋人のあんたらには到底理解できない執念を持って。You understand?